始まりました。えなこと吉田山の二人プレイ。はい、ということでコスプレイヤーのえなこです。はい、皆さんこんにちは。ゲーマータレントの吉田山こと吉田咲です。はい、ということでなんか今回はすごく、はい、ね、広いところが用意されたんですけど、今回何やるんですか ね。はい、どうも。はい、ちょっと私今落ちそうになってるんですけどギリギリでとどまってるから大丈夫ですね。はい、ちょっと、はい、足場の悪いところからちょっとお知らせさせていただきますけれども、はい、もうだいぶね、慣れてきたと思いますが、ちょっと今回、そうなんです、場所が変わりましたね。なんか違う場所が広くなりましたね。はい、ちょっと今日やっていただくゲームと関係しているので、はい、広い場所にさせていただきました。今回のゲームタイトル2人で発表しちゃってください。せーの、ジャストダンス2019。今回のゲームはジャストダンス2019。ジョイコンを片手に画面のお手本に従って体を動かすダンスゲームで、アリアナグランデのノーティアーズレフトトゥークライやビッグバンのバンバンバンなど、世界的に有名な楽曲でプレイが楽しめるダンスゲームです。はい、お二人ダンスゲームはどうですか？私はですね、あの音楽ゲームでゲーセンにそういうのがあったので、それやってもったんで結構得意だと思います。それをやってたので得意だ。はい、ちょっとあのゲーム名を出す、出さないようにしてて、ね、はい、今ヤマさんはいろいろ、はい、あの、はい、このチャンネルでもね、以前ダンスゲームそうやりました。圧倒的な大差だよね。すごい、勝つところ、はい、手を少し、ね、緩めるという、はい、こともありましたが、意図的なエンターテイナーな、エンターテイナーな感じで、はい、さあ、ヤマさんはダンスゲームどうですか？こう、Wii とかで、なんかあったダンスゲームとか、あとはやっぱり世代なんで、はい、やってはいけないあの世間を世間を踏みしたのダンスのはい、NGC ってこう踏んでいくやつ、そのやつとかやったこと、あのレボリューション的なゲームですね。そうです、革命的なね、はい、はい、あれを通ってきたと、はい、いうことであれば今日はなかなか互角の戦いが見られるのではないかということですかね。はい、はい、ではちょっと早速、はい、やっていきたいと思います。はい、まあ、今回はやっぱみんなに分かりやすい方がいいと思うんで、これやりたい、知ってますか？知ってる、めっちゃこれ流行った。なんかインスタのストーリーとかでってなんかこうやって女の子たちがあった、すごい上げてる、あった、あとなんか車の中とかでさ、みんなこうやってやってるやつだを今回はやろうかと。よし、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。あ、しかもこれ選べるんだ。選べますね。あ、私こちらこっちやる、このおじさん、おじさん、じゃあ私このなんかクレオパティーナの感じのやつやりますね。はい、てかこれ判定、判定とかこれどうなんだ、もうちょちょちょ全然ちょっと手探りね。すごい、でも判定はそのここだよね、手、手だよね。すごい、ストーリーある。え、これどっから、え、もうここ始まってる。私、じゃあ何、あ、ほい、あ、捨てちゃった。お、一応右下にあのモーションのなんかね、動きのやつお手本出てるんですけど、まあ目の前のキャラクターの動き真似していただけると。まるまる一曲あるみたいです。待って。はい、結構大変なんで頑張ってください。これひどいよね。確かに。待って、これ。いつまでやるの。
ゲーム実況番組でございますから踊りながらですけどもちょっと実況もね、意識していただきます。パラオがこれパラコパラコ多分自分がやってみるって話なんですよ、マジでほんならねこれしかも左右さ、2人とも違う向きしてるからさ実況しづらい。あ、やっと揃ったこれ待って待ってすごいあなんかめっちゃおスーパースターって出てますね。さあお疲れ様でした。結果が結果とか、はい、コングラチュレーションズと出ながら、はい、11,230 これスコアですね。スコアですね、はい、対9367ということで、はい、この枝豆の方はえなこさんですね。えなこさんの勝利。やったこれどうですかどうされました。私扁平足だから体力がないんですよ。扁平足と体力関係あるんですか。ちょっと初めて聞いた理論ですねはい、ということで、はい、1曲目私が勝ちましたけれども、はい、次何やる。選んでいいよ。え、本当に。うん、そんな選ばせてあげる。優しいえ、なんかさ、なんだっけ。あ、なんでえポップコーン。え、どういうことこれ。え、しかもさ、これどれを選ぶいいのこれ。確かに。やりますか。これにしますか。これポップコーンがいい。せっかくだからね。じゃあしかもイージーだ、ちょうどいい。バックマン、バックマンしましょう。これ選べる。何色がいいですか。4択ですね。択、私ピンク色だから。じゃあ私青やりますよ。はい、青とピンクでいきましょう。わかりやすいね。で私がピンクで真似をすればいい。バックマンがいないんですねちょっとかしこまりました。バックマン引き立てないよね。そうだね。あとはバックダンサーなんで、うちら。えなこさんピンク、待って待って、吉田山さん青、青です。これ今のところ足踏みだけですね。あ、これどっちに行けばいいの。結果は、さあ、えなこさんの勝利。あー、やったー。これで、3対2ですかね。3対2、4戦か、4戦やって2対2ですか。3対1。あれ、ちょっと結果も分かんなくなっちゃいましたね。投げ、はい、ということで、えなこさんの勝ちということで、はい、やはり、この2人プレイでは勝った方に何かしらいいものを差し上げておりますので。もうでももう使用してない。そういや、将棋を出したらね、もうなく
くなったんで、はいはい、次は何かいいものだろうと、いいものですね、いいものを今、はい、今ちょっといいものが新品の状態だったので、ちょっとすみません、お時間かかりましたが、ありがたい、新品、はい、2つあります。今回ダンスゲームということで、ダンスっぽいもので、予算内で考えた結果さあ踊っていただければあっという間にバックダンサーになれます。あ、チアガールのやつってこと？そうですね、チアガール的な。いや、かわいいですね、はい、かわいい。やってみる？でも私、本当私に似合うからあげる。こうやってやったのか。はい、ということで、実際やってみていかがでしたか、吉田山さん。いや、私そのスコアでは負けちゃったんですけど、うん、でもこれ2人で踊って、なんかね、この手探りと、あ、なにこれ、これ、すごい楽しかったね。楽しかったね、はい、またやろうね。まだ、そう、初めてまたやろうって言ってくれた。これは相当楽しかったぞ。そう、楽しかったです。よかったぞ、はい、次はもう、ね、4人とかでもみんなでやりたい、ね、みんなでぶつかり合いながらやりたい、バンク何これっていう感じでわちゃわちゃやりたいと思います。はい、ということで今回はここまで、また次回お会いいたしましょう、はい、バイバイ。